アージュンまたは、アルジュンは、インドが開発した第三世代主力戦車である。名前のアージュンは、マハーバーラタの主要人物である戦士アルジュナにちなむ。主砲に、国産の長方針55口径 120mm ライフル砲と、複合装甲を備えた、重量58.5トンの主力戦車である。砂漠のフェラーリの異名を持つ、アージュンマーク・アイと、 現在、開発中のアージュンマーク2がある、国防研究開発機構、ドルド本社インドで1974年に、戦車開発が始まったのは、戦車の技術開発能力と製造の国産化を獲得することが目的であった。当初のインド陸軍の要求内容は、第2世代、戦闘重量40トン台、105ミリメートルクラスの手法、 800馬力級クラスに相当する戦車であって、ほぼすべての軍の要求を満たした試作車両を開発したのだが、1970年代末になると、第3世代主力戦車のレオパルト2の登場や、また、パキスタンの M1 エイブラムス戦車の導入計画を知ったインド軍は、計画を白紙に戻して要求を変更した。新しい要求は、戦闘重量55トン。 120mm 級の手法複合走行1500馬力級のガスタービンエンジンという極めて高度なものでしかもこれらを独力で導入しようとしたので開発は難航したがコンサルティングにレオパルトニを開発した西ドイツのクラウス・マフファイ社を招き初期段階における設計支援を提供した1984年に6台の試作車両が完成したが 複合装甲は未完成で駆動部は仮製のものを搭載するありさまであった。その後も42種類もの駆動部の組み合わせの試験に1983年から1989年までを追やすなど試験に手間取り、1987年末に10両の追加試作車両が完成。インド陸軍での試験と国防研究開発機構、ドルドの戦闘車両、 研究開発部門での追加開発が行われ、1993年3月に射撃試験に成功。1996年1月9日にアージュンは正式に発表された。32両の初期量産車両が完成したのは1998年のことであった。主砲の55口径 120mm ライフル砲と、車体、足回りのハイドロニューマチックサスペンション。 武器と弾薬システムも含め、国防研究開発機構、ドルドが開発した、手砲の55口径120ミリライフル砲は、インド国産であり新開発のアプフスズ弾や、ヒート弾、ヘッシュ弾の各種砲弾を発射することができる。上下左右にスタビライズされており、射撃統制装置は、レーザー即距に弾道計算機、熱線映像装置、パノラマ照準機、 環境センサー、自動消火システム、NBC 防護装置等々は、いずれもインド国産である。射撃テストでは、1200メートル離れた固定、移動目標に、手砲弾を命中させている。手砲弾は39発を搭載する。副武装は、ライセンス生産されている、n s v t 1 2 7ト、mm、ル重機関銃を、キューポラに一丁、p k t 7 6 2ト、mm、ル機関銃を、 主砲同軸に一丁装備する。銃弾は 12.7mm 銃弾を1000発、7.62mm 銃弾を3000発、搭載する。エンジンは、12気筒の可変圧縮比、空冷ディーゼルエンジンが試作されたが、予定出力を大幅に下回り、ドクマー射精の4ストローク V 型10、気筒エキレーターボチャージのディーゼルを乗せた。変速機も、 独連ク車製の RK304 自動変速機を搭載し、天輪は7個で、独ディール車製副体と相まって、時速 72km の快速を発揮する。なお、下級機のターボチャージャーもインド製に換装されている。砲塔は、レオパルト2と同様のシで直面が多用され、砲塔の旋回と手法の不要は、電動式である。C4ISR 機能、車体全部には、 t-72 と同様の V 字型水切り板が取り付けられており、車体後部にはロシア系戦車と同じ円筒型の追加燃料タンクが搭載可能である。乗員は4名で、操縦席は車体全部右側のである。他の3名は砲塔に座り、右側には宝手、社長が前後に座り、砲塔左側に装填主が座る。エアコンディショナーも装備してある。装甲は、 インド国防野金研究所で開発されたカンチャンアーマーという独自の複合装甲を装備する。車体はサイドスカートを有しており、砲塔はレオパルトニと同様のシデ直面が多用されているが、側面は着脱式モジュール構造の複合装甲になっている。カンチャンアーマーは試験においてロシア製52口径 125mm 格好砲や、 イスラエル製44口径 120mm 格好砲より発射されたアップフスズ弾、ヒート弾などに対して直撃でも防御能力を有することが確認された。砂漠で試験走行中のアージュンマッキー2000年にアージュンは124両の生産が決まっていたがラージャスターン州にある過酷な砂漠での試験でのトラブルが解消できずなかなか量産されずいた中2000年に インド陸軍は T-90S の購入及びノックダウン、生産契約をロシアと結んで、主力戦車として採用し2006年には、ライセンス生産契約をロシアと結んだ。2007年には、アージュンは過酷な砂漠での試験で、トラブル等は改善され、インド陸軍は、アージュンのパフォーマンスに満足し、第三者審査によって、厳格な試験及び評価を行った。後半な評価の結果、 アージュンがインドの砂漠に適して非常に良好な機動性と火力の特性を持つ優れた戦車であることを確認された。2010年3月から4月にかけて今後の調達方針を決定するため T-90S とアージュンの比較試験が行われた。比較試験においてアージュンは T-90S に勝り2010年5月17日インド政府とドルドは アージュンマーク I をさらに124両追加発注することを決定した。これでアージュンマーク I の合計生産数は248両となる予定である。さらにアージュンマーク I の改良発展型であるアージュンマーク2の開発も決まった。これは将来戦車が完成するまでの間、アージュンの生産ラインを維持するためと推測されている。一説には、 ドルドは線量のアージュンの生産を目標としているとされる。アージュンは開発当初からパキスタン国境のラージャスターン州にある砂漠地帯で運用を想定している。現在アージュンマーク I は第43機構連隊と第75機構連隊に配備されている。戦車輸送にアージュン用のトランスポーターも開発されており、陸路輸送では鉄道や 大型トレーラーを使い、インド空軍の軍用大型長距離輸送機 C-17、グローブマスター3を使い空輸もできる。また、渡れない橋は、戦車橋を使う。国防展覧会、リフェックスポ2014、アージュンマーク、通試作車アージュンマーク、2の側面アージュンマーク、2の RWS2014 年2月6日から9日に、 インドの首都ニューデリーで開催された国防展覧会ディフェックスポ2014においてアージュンマーク2の試作車が公開されたアージュンマーク2のアップデートは89箇所に及ぶが主なものは以下の通りである等である主武装は断熱材排気装置と方向照準機が追加された55口径 120mm ライフル砲を装備 FCS を改良 砲塔上面右側に、社長用の新型パノラマサイト、熱画像方式暗視装置付きを設置。自動目標追尾装置の搭載。ハンターキラー能力あり、ラホット発射能力あり、副武装は、主砲同軸機銃として 7.62mm 機関銃、RWS として、砲塔上面 22.7mm 重機関銃を装備。大ヘリコプター攻撃能力あり、防御は、 砲塔正面の棒縦部分を除く、砲塔前面両側及び、砲塔側面に爆発反応装甲を装備。砲塔の上面の四隅には、エルビットシステムズ社が開発したレーザー光線を用いた警戒及び戦闘システムを搭載。砲塔尾部の両側に T-72M1、T-90S と同じ 81mm 発煙弾発射器を装備。 砲塔バスルーはつらにブローオフパネルを、砲塔バスルと戦闘室の間に隔壁を追加。車体前面には、地雷除去用のスキを装備可能。他に、新型広報装置、デジタル制御ハーネス、補助動力装置搭載。新型最終減速機、新型離体、新型スプロケット装備。インド陸軍はアージュンマーク2を、約250両配備する見込み。他に、 ドルドによって、カルナの宿敵と称する新型戦車が開発され、2002年に試作車が公開された。少なくとも2両が生産されたとされる。2008年1月23日に、首都ニューデリーで行われた軍事パレードでは、カルナと思われる2両の戦車が参加した。カルナは、インド陸軍の保有する T-72M1 の、車体に、強化に、 アージュンの砲塔に類似した改良型砲塔を搭載したものである。主武装は、インド国産の55口径 120mm ライフル砲。副武装は、主砲同軸に 7.62mm 機関銃、TK7151 丁。砲塔上面に、対空用の 12.7mm 銃機関銃、HCB を1丁。重量47トン。路上最大速度時速 60km。 路上航続距離 480km、手砲弾搭載数32発。カルナは、アージュンの改良型というよりも、T-72 の近代化改修プランとしての採用を狙ったものであり、アージュンが失敗した時の保険という意味合いもあった。しかしすでに、T-90S を採用していたインドリク軍は、カルナの採用を拒否した。アージュンの車体に、 南アフリカの G555mm 榴弾砲を搭載した砲塔を装備したビヒム自走砲が開発され量産されるはずだったが砲塔製造元であるデネル社の増収祝スキャンダルにより取引を停止していた。なお捜査の結果デネル社の増収祝疑惑も解消しているが量産されるかどうかは検討中。ありがとうございます。